今は、福岡県の久留米市にいますね。久留米ということで、3番目に大きな都市圏内でね、福岡市北九州市で3番目ということで、久留米の今、繁華街を時間が一番ここです。アーケードになってますね。こういう感じで肉酒場か、この辺りの通りとか、ここの通りは、まあね、まあ、結構ありますね。鶏メロね、鶏メロが、はい、これも西鉄の久留米の駅から近いところです。歓迎通報か、呼ぶ子のイカの息作りとか、まあ、結構いろいろありますね。和食なんで、まあでも中華も入ってるね。天津もあるし、すごいね。すごい立派なとこですね。こう、この通りはお店がありますね、はい、肉丸か、肉の食べ放題。結構西日本はアーケードが多いですね。アーケード街、まあ、こんな感じで雨の日でも大丈夫です。なかなかです。で、こんな感じです。これもなんか洒落た感じじゃん。ランプスケーだと、生パスタ専門店とかこれ公園か。結構大きいですね、公園がね。ちょっと今ホテル一回戻ってです、ここの周辺にも結構ありますね。そのまん丸っていうのかな、で、昨晩はこの大ラーメン、ここで食べました。昭和43年創業、かなり有名なお店。ここがモス焼き横丁か。で、川っ子モツ鍋の店もある。鶏皮博多からのやつかな、これ。西鉄のその久留米駅はそこなんですよ、なので JR の久留米駅よりも西鉄駅周辺の方が栄えてる感じです。西鉄の久留米駅です。西鉄久留米駅、タクシーもね、結構困ってますね。とか東京中央美容外科、いちご飴か、りんご飴、これ懐かしいじゃん。西成ホルモンか、西成のね。でも駅のとこですね、もうほとんどはね、西ですね。ちょっとこの駅の通りを夜の繁華街まで、ね、歩いてもらいます。カフェがあるね、大きいカフェ。こういいね、こういう感じがなかなか洒落てますよ、見てください。結構外国人が多いな。久留米のこの夜の繁華街が、ちょっと離れてるんですよ、西鉄、まあ、JR の久留米駅周辺はないんですけど、西鉄の久留米駅周辺がそっちアーケードがあって一番街とかね、でこの辺りが、まあ、あってって感じなんですけど、夜の繁華街スナックとかキャバとかね、
で、ラージがあるとこはこっちなんです。ちょっと今から見てみます。ベトナム料理、ベトナム、ここの通りからまた入っていくとこうお店がありますね。タイ流ラーメンか、なんかすごいじゃんこれ。これありますね、こちらの、これ。あ、ここさっきの通りだ。そこが一番街のモールですね。ここから入ったとこか。コーヒーショップ、これもなんか洒落た感じがあるでいい。松竹本店か。これはコインズカフェ、24時間自動販売、なぜかスロットがあります。ナイトフルーツ、これはバーかな。天井ついてるからアーケード街ではないんだけど、もう雨の日でもいいですね。でマンションか、駅から近いぞマンションね。マンションじゃない、あれか、ホテルか、ワシントンホテルプラザ。あ、でもこっちはマンションか。これがホテルプル、あのワシントンか、ワシントンホテル。でこれ明治通りですね。明治通りです。東京の明治通りと同じで、東町4丁目付近。月光浴か、こういう日本酒が飲めるところ。あ、でもあれか、水炊きとかあるから、もつ鍋とかね、なかなか洒落た感じで。これちょっと歩いててます。ここからもうちょっと行ったとこですね。夜の繁華街、あるとかね。もう落ち着いてますわ、この道もね。でこの三井住友があって、三井住友でこちら側がね、夜のお店がある感じです。ちょっと今から行きます。で文化街の東口というか寿司屋さんねあります。そこら辺からもうあの夜の店がねある感じで、ここら辺は結構いろいろと飲んで食べてって感じかな。だからあんまり人いないですね。まあ、金曜土曜だと結構いっぱいしてると思うんですけど、はい。でもまあ月曜に比べたら今何曜日だ、木曜かな、今日少しいるかな。このところに入ってます。今日休みとかもあるのかな。タバコ屋さん、酒とかタバコ持ってんだね。でここのところも結構入ってくとお店がある感じです。でここからか商店街とかアーケードになってるんですね、ちょっとしたね。マロン&マイウェイ、今日休みか。この辺り文化街、子供食堂、最近結構子供食堂多くありますね。こういう感じもなかなかいい感じ。でこういう感じ、クラブアスカ、すげえ、マザー、大吉ビルか。お寿司屋さんですね。
で博多ラーメンか龍王、焼き鳥中華キングで、ここのビルもありますね。カラオケクッキーか、ほんとこういう感じで、まあなかなかいい感じですね、こういう辛麺屋総本家。辛そうだね、確かに。こちらの通りですね。ここの通りが結構お店が溜まってる感じです。客引きのお兄さんたちもいますね、この辺りは。で、この辺りもずっとあれです。炭火焼き後藤か。この辺りも結構もみ上がりますね。ホテルがあるんだ。スナックミサ。Thank you.